はい、フリーライターのいつからって過ごせる日まで,です。N 国片岡正史氏の平塚さんとは会わない謝罪動画に低評価をつけているのは誰平塚正史氏の支持者は心配しているということでやっていきたいと思います。えーと、何のことかわかんない方もいると思いますけれども、えー、片岡さんという、えー、NHK から国民を守る党の、えー、衆議院議員選挙公認候補予定者で、えー、八王子市議会議員選挙の公認候補予定者の方ですね。 なんですけれども、この方がですね、え昨日、平塚さんと、その、え仲、ー、間って言いますか、YouTuber ーーの、えー、前橋さんという方と、3うに、ね、ご飯を食べに行かれたんですね。で、そのことについて謝罪したと。NHK から国民を守る党と、まあ敵対という言い方は正しくないと僕は思うんですけれども、まああの、今、ね、やっている、 えー、平塚正行さんとご飯を食べに行くとは何事だと誰かに言われたのかそれとも自分で誘ったのかちょっと分かんないですけど多分言われたような感じの雰囲気に僕には取れましたで謝ったとでこの謝ったことに対してねあのバットがすごい多いんですよこの片岡さんの動画ねうんまあ多いのは仕方がないことなんですけれどもこれがえー、っとちょっと今更新してみましょうか えー、バット、グッド100のバット495、まあ大体あの、1対5ですね、うん。で、このね、バット、大いバットを、平塚さんの支持者がやってると、平塚審判、平塚信者がやってるというふうに言っておられる方が、えー、とあるところのコメントでいたんですね。 あの平塚さんの信者の人ってみんな心配してるんですよ、片岡さんのこと。みんなっていうか、まあ心配してない人もいるかもしれないけれども、多くの方は心配されています。大丈夫かなって。N 国でいじめられてるんじゃないかなって。そんなね、心配してる人がバッとつけますか <laughs> っていう話なんですね。で、まあコメントを見てたんですよ。まあどっちか、平塚さんの支持者なのか、N 国の支持者なのか、N 国のアンティなのか、平塚さんのアンティなのかわからない。 コメントもいっぱいありました。八方美人だとかね、こうつけるなとかね。うん。お前はどっちなんだみたいな。のもありました。でも、N 国やめろとか。お前なんかいらんとか。平塚のとこ行けとか。ここに辞退するべきだとか。謝罪なんかいらんから辞退しろとか。個人情報流すなよとか。個人情報流すなよとかもう意味がわからないんですけれども。まあこれね、あの、片岡さんって、 コールセンターで働いてるから、コールセンターにある個人情報を平塚さんに流すんじゃないかとか、誰かに流すんじゃないかとか、そういうことだと思うんですけど、なんか普通しないでしょう。仕事とプライベートは分けるでしょう。ね長さんがね、っていう。もう、これは因縁ですよね。個人情報がどうなんて言ってる人だからがね。 でもこれは流してから言いなさいよって。しかも、流してどうすんのよ。被害者の個人情報を平塚さんに流して、平塚さん何に使うの使いようないでしょそんなの。<laughs> 嫌がらせすんの ?N 国頼んなって。何なことしたって余計 N 国に頼るだけじゃん。あの、そちらの、アンチの方から電話かかってきて大変なんですけど、どうなってるんですか 助けてくださいってなるだことして <laughs> どうすんだよって話なんですね。で、まああの、平塚さんのね、支持者平塚さんも含めて、みんな心配してるじゃないですか。平塚さんの動画だって、N 国に対しては平塚さんも支持者の人も怒ってますよ。何をや言ってるんだと。プライベートで付き合うことまで制限するのかと。怒ってますよ。でも、片岡さんに関しては心配だと。 大丈夫かと。みんな言ってるじゃないですか。その時一緒にいた、そのご飯食べに行った時に一緒にいた前橋さんなんか泣きながら放送してましたよ。すごい心配してますよ。仲良かったのにって、片岡さん大丈夫かなって。そういう人たちに対してバットつけてんのは平塚支持者だってち。ちょっと何言ってるか分かんないねっていう話なんですけれども。でね、まあコメントを見てるとさっきも言った通り、なんかね。 その片岡さんに批判的なコメントの人って大体 N 国をやめろとかね公認辞退しろとかいらないとかそういうこと書いてあるんですよ。これバトルカーつけてるのは N 国側じゃないのって N 国側の支持者の人なんじゃないのってこれねもしかしたらね N 国のアンチの人かもしれないですよ。平塚さんのアンチの人かもしれないですよ。だってね N 国のアンチとか平塚さんのアンチからすると片岡さんいじめて片岡さんが辛い思いしたら喜びますよね。うん なんかそういう人かもしれないし、N 国の支持者なのかもしれないし、ちょっとわかんないですよ。ただね、一つ僕が言いたいのは、N 国の支持者の人って手のひらがしすごいんですよ、結構、まあ。みんながみんなじゃないですよ。一部の人なのでしょう。けど、僕のコメント、僕はあの、もともと N 国の支持者で、N 国を支持する動画も上げてるけど、平塚さんを支持する動画も上げてるんですよ。どっちも上げてるんですよね、僕。なので、あの、平塚さんの、 動画にはすっげえアンチコメントしてくる人で、N 国からの褒めるような、N 国を称えるような動画を上げたら、すっごいあの、褒めるコメントくれる人とかいるんですよ。実際に <laughs>。<laughs> <laughs> なんかあの、すっきりいつもアンチなコメントをしてきてて、なんか、僕のこと嫌いなのか、ヘラツクさんのこと嫌いなのか、これ僕のこと嫌いなんじゃないかっていうくらい、すごいコメントしてた人が、 N 国アンチの人と絡んだ時に関してはなんかすげえ応援してくれたとか <laughs> 普通にいい人やんみたいなねあるんですよだから、まあ、N 国の支持者の人って、まあ、手のひら返しっていう言い方はあの正しくないかもしれないけれども中の人に対してはすごい優しいと思うんですよでも外に出ていくと、まあ、手のひらを返したかのように叩き始めるわけですよね批判し始めるわけですよねうん と思っているのでまあ片岡さん別に外に出ていったわけじゃないんですけども全然ね、うん、まあ多分平塚さんにしても平塚さんの支持者の人にしてもニックさんにしてもみんなにしてつ辛いならおいでよっていう感じなんだと思うんですよあのー、ね前橋さんとか平塚さんとかのコメント見ててもそこのコメントですねそこのコメントとか見ててもなんかもう N 国無理だよもうおいでこっちにおいでみたいな感じの優しいコメントが多いです その辺を考えるとね、バット評価をつけてるとは思えないよねって。で、まあ、この動画って、あの、評価しにくいんですよね、普通は。僕もあの、グッドもバットもつけてないですよ、正直。だって、こういう謝罪動画って、まあ、あの、なんだろう。めっちゃ完璧なリスゲーッジをした、超完璧な謝罪動画とかだったら、グッド。まあ、すごいなって、グッド。っていう気にもなるけれども、普通だったり、ちょっとぐダついでたりとかすると、まあ、グッドは押さいよね。 で、逆にバットも押さないよねって。で、このグッドバットって何を持ってグッドバットなのっていうのも分かりづらいですよねっていうところなんですよ。だってね、うわ、こいつ泣いてるわええわ、えー、わーえー、わー、もっと泣けってグッド押す人はいるかもしれないし、<laughs> 何とも言えないところがあるので、うん。ね。うん。 まあ、あの、もっと泣けってグッと押す人って、今ちょっと異常な人だと思うんですけどね。ね。あの、悲しい表情とか見て、キャーハハって喜んでる人って、まあ、ちょっと危ないですよ。ちょっと頭のジじ一本ぶっ飛んでますよ。<S, <laughs> <S, S とか M とかそういう問題じゃなくてぶっ飛んでますよ。<laughs> ね。あの、うん。<laughs> と思いますよ。まあ、それはさておきね。もう、こういう動画って、グッともバットもつけづらいですよね。っていう,うん。 僕はバットも、これはね、そのなんだろう。僕が嫌いな人が謝罪動画を上げても、バットってつけない。ですね、基本はあ。それね、それこそね、あの、大変申し訳ございませんでしたあはははんなこと思ってるわけねえだろみたいな謝罪動画は、ふざけんなボケーってバット押しますけど <laughs>、騙されたね、騙されたみたいなやつはね、押しますよ <laughs>。それも謝罪動画じゃないですからね。あんなのね。 まあどっかも誰かやってましたけれども <laughs>。ね。やってましたけれども。そういうのにはね、まあ、バットを押すこともありますよ。まず、ね。でも、こういう普通の謝罪動画にはね、なかなかバットって、押す人っていないんじゃないのと思っていたら、これですからね。もともと、片岡さんのとこって、バット評価多くて、だいたい1対2ぐらいなんですけども、これ、1対5。最初見たとき1対4ぐらいだったんですけども、1対5になっちゃってるんですよね、今ね。うん。どうなのっていう。 感じですよねひどいよね。かわいそうだよねって。まあ、あの、この動画を見ていてね、片岡さん、かわいそうだなと思った方はね、あの、絶対、バットは押さないようにしてあげてください。グッと押す必要も僕はないと思います。はい。こういうのは、そっと見守ってあげるべきだと思うんですね。はい。ということでですね、まあ、平塚さんの支持者って、悲しんでる、心配しているのに、そんな、平塚支持者がバットを押しまくって、片岡さんをいじめてるんだって。 言っている人ってどうかしてんじゃねえのっていう。僕は思います。ということを言いたくて動画にさせていただきました。なんか気がついたらね、10分超えてますね。5分くらいで終わるつもりだったんですけども、なんか長くなっちゃいましたね。まあいいや。はい。ということでですね、まあ、あのよろしければですね、チャンネル登録していってください。えー、ね、えー、片岡さんのチャンネルにバットを押すのは、本当やめてあげてください。かわいそうですよ、本当彼頑張ってるじゃないですか。ということがね、最終的には言いたかったと思います。 言いたかったと思いますとて言葉おかしいの言いたかったですだね。言いたかったです。はい。まああのね。まあなんか、間に挟まれちゃってかわいそうっていうのもあるし。それでも頑張ろうとしてるわけじゃないですか。これ以上いじめたら本当にやめちゃいますよね、僕、うん。別にやめてもいいと僕は思いますけどね。その自分が頑張れる場所っていうのは、まあ自分で見つけるべきだと思うので、誰にやめろって言われても、誰にこっちを入れって言われても、 誰に行くなって言われても、ね、まあ、片岡さん自身がね、判断するものだと思います。今後、まあ、あの、通りやすい、通りにくいとかね、自分が楽しくできる、楽しくできないとか、自分のやりたいことができる、やりたくないことをやらなきゃいけない、こういうところっていうのを、まあ、いろいろ考えてね、行くべきだと思います。考えるべきだとは思います。結局、もうちょっと長くなっちゃいますね。うん。僕はね、 やりたくて楽しくて、成果曲がるところっていうのを目指して、いつも行動しているけれども、だからこそ、まあ,あ、気に食わんかったら、ね、ちょっと割のいい仕事でも、ペイって掘っちゃうんで、まあ、あのね、僕の関係者の人からすると、やめてって多分思ってるんですけど、お前、職人かたてどうするよみたいなとこは思われてるとは思うんですけれども、せっかくいい仕事だと思ったのに、こいつやめやがったみたいなね。 <laughs> どこでもやっていけるしみたいな <laughs>、ね。<laughs> どこでもやっていける自信もあるので <laughs> まあ、ね。別にあのなんだろう変なやつがいるからやめるとかはないですけどね、うんなんだろう。全然やりたいことと違うとかね。まあねうん、はやめるときがあります。もういいや、この仕事って。まあね、いくら給料良くてもね仕事量がめっちゃ多かったら割り合わんし。 っていうのもあるしまあそれもいろいろ考えた上でね。あの、周りがええー、って言ってでもやめますよ。<laughs> 受けおいませんみたいな <laughs>。まあね、あの、なんだろう。うん。周りみんながビビるっていう時がたまにあります。はい。まあいいや。僕の話になっちゃいそうなんで、このまま終わりますけれどもね。ええー、まあ、ね、片岡さんもね。いじめるっていう言い方は正しいかどとかわかんないけど、バットをしてね。 なんかとにかく気に食わねえみたいなやめてあげてほしいなというふうに僕は思います。バットはね、ぜひ押さないであげてください。別にグッと押せという気はないです。はい。うん。ちょっとかわいそうですよ。うん。と思います。うん。ちょっと異常ですよね。彼のところって。まああの、平塚さんはね、敵を作るようなことって結構やってるので、まあバットが多いってのはわかるんですけども。かとさん別に、まあちょっと八歩美人って言えば八歩美人なのかもしれんけれども、一生懸命頑張ってる人ですから。 まあ、バットは押さないであげてほしいよねっていうふうに僕は思っていますということでね、えー、このままいくとですね、なんかなんか、このままぐだぐだ二20分ぐらい喋ってそうなんで、本気でここで終わります。はい、えー。よろしければチャンネル登録していってください。えー、片岡さんのバットはつけないであげてください。はい。えー、フリーライドにらって過ごせる日マで,でした。あ、えっ、ー、と、これは別にあの取材にもついてとかじゃないんでね。はい。あの、僕の、えー 動画を見た主観で話しています。はい、以上です。フリーライターに使われて過ごせる日丸で,でした。